ルストームテスターの木村です。本日はですね、こちらシロッコドライスーツのご紹介をさせていただきます。ドライスーツって聞いてもいまいちピンとこない方も多いと思うんですけれども、まあドライスーツはですね、カヤックだとかそういったマリンスポーツで使用される、まあ冬用の完全防水のウェアだったんですが、今回このシロッコドライスーツはフィッシング用に特化して作られたドライスーツになっております。でルアーをやってる方だとドライスーツってあまり聞きなじみがないアイテムだとは思うんですけど、基本的にドライスーツっていうのは落水した時に中の衣服を濡らさないように作られているので、泳いでも大丈夫なアイテムです。従来だとこう磯で泳いだりする時はウェットスーツを着用される方がほとんどだと思うんですけれども、ウェットスーツだとどうしても中も濡れて、濡れた上で体温を落とさないようにするというアイテムですんで、やっぱり着替える時に一回こうお湯を浴びたりシャワーを浴びたりしなきゃいけないアイテムだと思うんですけど、ドライスーツに切り替えていただくと、こういったインナーダウンなんかを中に着込んだ状態で上から着用する。で、終わったらそれを脱いで、中は濡れてませんので、そのまま車に乗って帰るっていう風に、その準備と片付けが非常に楽だというところにもメリットがあります。まあ、実際どんな場面で使うかというところなんですけれども、ウェディングにおいてもですね、かなりちょっとオーバーなアイテムではあるんですけれども、例えばウェーダーを着用していて、まあ不意に見えないところにあった石につまずいて転んだりなどすると、ウェーダーの中に水が入り込んでしまうと、やっぱり冬の釣りとかだとこう低体温症のリスクなどありますんで、もうその日は一旦戻って仕切り直すっていうことになると思うんですけど、ドライスーツですと、まあそこで転んだとしても中は濡れていないので、そのまま釣りを続行できたりとか、おすすめです。